今回は傭兵の皆さんと共同作戦って聞きました。あそこの戦車やレクがある一角、すごいですね。エジプトや南アメリカはどこもこんな感じなんでしょうか。やっぱりこれまでは魔法学園の作戦だから小規模だったんですね。これが本当の最前線、少し怖いです。でも頑張ります。私だって魔法使いなんです。私たちが戦わなきゃここにいる人たちが危ないですから。みんなを守るのが魔法使いの使命ですもんね。あの、それでちょっとお願いがあって。全然大したことじゃないんです。邪魔になんかなりません。よかったら一緒にパーティーを組んでください。最近あんまりパーティーを組む機会ありませんでしたし、私あなたと一緒に戦いたいんです。ドキドキ。転校生さん、もうすぐ出動ですね。傭兵の人たちが先に接敵して魔物の詳細を調べてるみたいです。魔物の情報がない状態で戦うってどんな感じなんでしょう。はい、どんな魔物が来ても戦えるようにいろいろ考えてるんです。とっても怖い魔物の姿、今考えてる魔物より怖い魔物なんていませんから。だから大丈夫です。転校生さんも安心してください。あなたもみんなも私が守ります。出動ですね。魔物の情報も送られてきました。すごい、傭兵の人たちこんなに詳細に。すいません。それでは気を取り直して行きましょう。暑いですね。ハワイってこんなに暑いんだ。ありがとうございます。こんな暑いところで戦うのも初めてです。思った以上にきついですね。でもメアリーさん、あんなに走り回ってる。学園では指揮官だったところしか見たことありませんでしたが、すごいです。指示された時にはもう動き始めてる。それにずっと動き続けてます。いつ水を飲んでるのかわからないくらい。私もっと強くなりたいです。メアリーさんよりもあなたを守れるくらい強く。あなたやみんなを守れるくらいです。本当です、嘘じゃありません。転校生さん、ちょっと意地悪です。あっちの音が激しくなりましたね。魔物が出たみたいです。この辺りはもう静かなので移動しましょう。その前にさっきのこと本当にただの言い間違いなんですよ。だから本当ですってば。待ってください。